11名一気に。すごいな、ロングティー。坂本キャプテンはこのロングティーっていうのを非常に大事にするというふうにも言っていました。まあ、当然ボールを遠くに飛ばすということにはいいスイングをしなければボールは飛びません。そういった感覚もしっかりとつかむためにこのロングティーというのは大事というふうに言っていました。こちらが北村、大城です。松原、重信、そして勝木です。で奥から若林、石川慎吾、岡本、岸田、増田、そして湯浅です。今まで見ててもこういうロングティーというのは初めて見ています。またこのフレッシュなメンバーだからこそ熱い練習が繰り広げられている。まさにあのセンターバックスクリーンに今映ってますけど、打て打てひたすら打てって、そのメッセージ通り選手たちはバットを振っています。